12月14日横浜でライブイベントを行います。よいしょー。11月30日よりチケット販売開始です。横浜でお会いしましょう。会場で待ってるぜ。詳しくは概要欄を見てね。先着順なのでお早めに。イベントは3部制ですが毎回違うことを行いますので、ぜひ皆さん会いに来てください。こんにちは、ちはやです。マリオメーカー2の実況やっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するといいことがあるかもしれませんよ。さあ、まずはこちらのコースから遊んでいきましょう。あ、上は行けるようになってんのか。こういうことではないのか。あ、届かねえ。 3D マリオにおける最大のジャンプがこれですよね。これ以上の高さって出せませんよね、確かね。もう1ブロック分足りないのか。ちなみに高さを変えたりすると、高さじゃねえや、走った状態で、やべ、これやったりしたら変わったりするのかな。ちょっと調整しましょうか。普通にジャンプしてもまあ届かないよね。変わんないよな、そうだよな。これどうやってゴールすんだ。あ、待って、じゃあこれはどう。いわゆるパウジャンをこれでできないかな。おい、いける。これだ、多分これだ。よし、いったー、これだ。お疲れ様でした。やったぜ。人気ランキング、とても難しい第1位参りましょう。サブテラネアンダッシュ。嫁で骨かな、フィッシュボーンかな。でもダッシュって書いてありますよね。走るのか。なんかそういう感じじゃなさそうだね。はい、ほっ。また初代っていうのがいいっすよね。ただ大丈夫。はい、本当にプレイヤーのスキル次第だからね、初代はね。届く、オッケー。わっしょい。こっち、ここ、ね、ブソブソ、これ踏んで2回叩いて、ここ音符切り替えないとダメ。オッケー、順調すぎ。フィッシュボーン、カキボか。オッケー、こか、すげえ。最後のギミック面白い。いける、オッケー、 GG。 人気ランキング難しい第1位、ジャングルジビリ。音符の切り替え、パウ投げ、おー、パウ投げ、ここ走りっぱ、ここでパウ投げ、オッケー、スピン、オッケー。音符の切り替えをしっかり行っ、あぶねえ。音符の切り替えじゃない、パウブロック、パウ、パウ、ゴール、オッケー。時間切りちょん。こういうコースやったくとみんなでバトルに反映されていいよね。ということで一発クリアを目指す。スタート。あ、そういうことか。オフの切り替え。うえ、危ねえ。ドア入っていく。パウ叩いて、オッケー。カギドア、しっかり反応する。オッケー。まあまあまあ、これは簡単。おわ、ビビビビった、ビビった。何かと思ったら中間でした。オッケー。多分右から来る。うん、思った通り。さあ、鍵ドア。叩かないといけないやつ。オッケー。反応いいよ。これも大丈夫？オッケー、最終問題来た。てか、最終クエストか。最終クエスト行こう。反応よし。いや！
くさとしちゃった。あ、いったね。一発クリアだな。オッケー。サンキュー。こちら、ツイッターでいただいたコースです。8月20日にいただいたコースですね。こんばんはいつも動画見ています。ありがとうございます。ぜひ遊んでほしいなと思います。本当に初歩的なテクニックのみでのコースかなってなってますって感じで書かれてるのかな。次。こうかな。オッケー。オッケーオッケー。三段ジャンプ、壁キック。ん？ショート化できるぞこれ。ちょっと待って。いいのか？いっちゃって。赤コインとかもないから。行っていいんだったら。行けちゃいますね、これね。さあ行きましょう。三段ジャンプ。からのクレーン。からのクルーン。三段ジャンプで。一応右はスルーして。クレーン一回。で、被って OK で。ジャンプして間入って、パウ投げて、切り返して土管に入る。土管の先がドアで、ここ左の土管に注目。ここ注目ね。1、2、3番ジャンプ。流れでいく。はい。行き過ぎると死ぬから土管のとこにしっかり入ると。ボール臭くね？違う。続いて。オッケー。スターないもんね。これ持ってけばいいっすよね。で、投げといて、踏んで、追加して。ドア入るじゃん？で、問題はこっからだよ。なるほど。ここにファイヤーがあって、まあ、倒して、って感じですね。こんばんは、いつも動画見てます。ありがとうございます。3D マリオでマリオカートのようなコースを作ってみました。2日何日もかけて頑張って作ってみたので、ぜひやってください。とのことですね。ありがとうございます。これ乗ってくやつか。とりあえず、乗れなかったから、乗り損なったから、このまま行くけど。普段ね、こうやってカートに乗ることはまずないからね。オフ切り替えないといけなかったかな。大丈夫かな。一周目、ワンラップから二ラップ目に入ったのかな、これは。ここジャンプですね。あ、ぶね。これ、ドッカン入れってことでいいんだよね。だね。中間、もう一回乗んなきゃいけないですかこれは。乗んなくていいんだったら乗りたくないんだけどな、できれば。え？ジャンプいらないとか、そういう感じ？あー、そういう感じだ。入んの難しい、地味に。地味に入んの難しかった。やっぱり、ノコノコか、いらないね。言ってしまえば。もう一回ジャンプ。ここもジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。これ何も押さなくていい感じ？はい、オッケー、お疲れー。Can't think of name. 行ってみましょう。なるほど。ビルダーになっちゃった。まあ、しょうがない。いいのかな？なんかいた！まずいこれ。あぶね。大丈夫。落ち着け。入るのか？いや、入らない。全部入んない。透明度感。選択。くっそ。いじめられた。じゃあどうしよう。ワープボックスかな。いや、ワープボックスじゃねえな。どうだな。ミスター。ですよね。あぶねえ！ワープボックス入るとこだった。さあ、あ、待って。これ、ビルダー持ってきたら、ショートカットできる。これ入れないですね。中に何かあるとか、じゃあ。ビルダーか。いいとこに行ってましたね、ビルダー。さっき、戻ります。上の方開けて、こっち乗って、乗る。右飛ぶ。あー、ゴール！サンキュー！
10歳からの簡単な挑戦状。かぶって上に上がっていくのかな。あぶね。食らった。まずくね、これ。もうこの時点で降りる。ゴールあると思ったんだけど、ないよね。ないね。ちょうどこの辺だったよな。え、違う。そうそう、言っていいでしょ。この辺にあるでしょ、ゴール。ほら。思った通り。最近の自分の編集について言及しておきたいかなと思います。まず質問答えましょう。編集はちはや、編集の人変わりましたよねっていう質問がありましたけど、編集やってるのは自分です。んで、賛否あるじゃないですか。賛も、賛成も否定も。やっぱり賛成の方に目向けなきゃいけないと思ってるので、より面白くするために自分は編集続けていくと思います。って言っちゃうと、否定の方の人たちが、またコメント欄で騒いじゃうじゃないですか。でもそれって悪いことじゃないと思ってて、まあ誹謗中傷なり、まあそのやってることに対しての否定に関してはやっぱりしんどいものはありますけど、見ててね。いい思いはしないですけど、でも言ってしまえば、この否定的なコメントを残してる人たち、俺あんまりコメント欄で見たことない人たちが多いんですよね。まあ8割9割くらいがあんまり見たコメント欄で名前を見ない人たちなので、ポジティブに考えると、そういう人たちがコメントしてくれるようになるなとは思うので、まあこういう焚き付け方はあまり良くないのかもしれないけど、やっぱり編集続けていこうかなと思います。で、騒いでない人たちいるじゃないですか。静観して見てる人たち。きっとお気づきだと思います、その人たちは。みんなでバトル用、みんなでバトルの動画でしかそういう編集は行ってないので、まあそういう編集が嫌だって人たちは、みんなでバトルのやつは見なければいいんですよね。で、こうやって今日みたいな、新着のコースとか人気ランキングで遊んでるやつは、ああいう編集はなかなか入れづらいので逆にね、そっちを見てくれるんじゃないかなと思います。まあだからじゃあお前のみんなでバトルのコースはもう見ねえからみたいな風なのは全然大丈夫で、変な話、まあ、3ヶ月から半年経てばそういう人たちはそもそもちはやのチャンネルは見なくなってるので、だいたいね半年ぐらいで入れ替わるんですよ。3ヶ月から半年くらいで見てる、そう、見てる人たち、コメント欄にコメントを残す人たちって、だいたいコメント欄を残さないで見るようになるか、もう別のチャンネル見に行ったりとか、っていう風にね、結構入れ替わるんで、それは知ってるのでね、自分はあまり気にしてないです。逆に、目を向けなきゃいけないのか、編集が面白い、最近編集いいねって言ってくれる人たち、この人たちを、いかに、まあ、繋ぎ止めるっていうのも変だけど、これからももっと見てもらえるようにするかが大事だと思ってるので、自分は。そういう人たちが多くなると、コメント欄も活気づくし、ちはやって存在を知らなかった人たちも見てくれるようになると思うので、自分は編集続けていく予定です。動画最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。明日動画出なかったらごめんね。バイバーイ。